ちはオースです。今回は、今日ついに届きました琉球ゴールデンキングスの福袋を開封していきたいと思います。こちらの福袋が価格が29,800円で、約52,000円相当の、品物が入ってる福袋であります。どんな商品が入ってるのかも楽しみでありますし、あとは絶対入ってるこのレプリカユニフォームのナンバリング一体誰なのかが気になるところであります。早速開封していきたいと思います。中身はこのように、詰め合わせの形で入っていました。まずはステンレスサーモタンブラーが入っていたんですけど、こちらのねタンブラーを片手に、琉球の応援とかしたらさぞ琉球をより応援できる一品になるかなとは思います。こちらが、琉球、ゴーヤ沖縄の、タグキーホルダーになります。こちらも、カバンにつけてまたちょっと沖縄ファンだっていうのをちょっとアピールする道具に使いたいと思います。次が、琉球ゴールデンキングスという、こちらのロゴが入っています給水コースターです。こちらが琉球ゴールデンキングスのユニフォームを着用しているベアブリックスのキーホルダーです。ベアブリックスいろんな種類があるんですけども、いやキングスとコラボしているベアブリックスがあるとはちょっと思ってはいなかったです。次が琉球ゴールデンキングスの、2021年の卓上カレンダーです。こちらが選手フォトカード岸本隆一選手バージョンです。岸本隆一選手の、サインが入ったフォトカードなので、とてもとても嬉しいです。次が、キングスのロゴが入ったスポーツタオルになります。バスタオルがあったから、スポーツタオルはちょっといいかなと思ってたんですけども、今回この福袋にスポーツタオルが入ってましたので嬉しい限りであります。続きまして入っていたのが T シャツ4枚になります。スポーツ時などから使える、T シャツや、もしくはこの今の冬やったらちょうど使えるこの分厚い系の T シャツが、計4枚入っていました。サイズはすべて XL と、サイズはすべて XL のサイズが入っていました。1枚約3000円するんですけども、これがねあの福袋の中に4枚入っていまして、特にこちらのクルーネックが5000何ぼするものなんですけども、それが入っていたので非常にお得かなと思いました。こちらがレプリカユニフォームの表面です。表面に全ホレンのメインスポンサーに、そしてナンバー41のキムティリ選手の番号がプリントされています。で裏面がこちら41番のティリと書いています。前のねグッズ紹介の時もね紹介はしているんですけども、あのメッシュ素材となっていて、レプリカユニフォームながらも速乾性に優れた品物となっています。以上が福袋の中身となっていました。29,800円で本当に52,000円相当の品物が入っていて、ボリューミーな内容となりました。こちらでもティリ選手のレプリカユニフォーム実際着てみたら確かにでかいんですけども、今持ってるユニフォームと違和感なく着れてるので、今後の撮影並びに球のちょっと応援に行く時に今度はこのティリ選手のユニフォームを着てまた応援しようと思います。こちらのレプリカユニフォームは近いうちにまた活躍する日がやってくると思います。それでも実用品とか、あと岸本選手の選手フォトカードはちょっとテンションが上がりました。これから引き続きまた琉球を支援していこうと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。